シュワーシュです。ドラクエ前回の続きからやってこう。で、神父様からお話は聞いております。あの方は教会の中、礼拝堂の奥にある部屋で皆さんをお待ちになられていますよ。教会の中、ここなのかな？教会の中ってここで合ってる？そう、神女ね、正体を今回知れんじゃないかなっていうのがあるんだよね。あ、いた、ここか。神ってこの町の生まれなんじゃないかな、やっぱり。よく来てくださいました。神、君も元気そうで何よりだ。最後に見てから5年ぶりぐらいだろうか。5年前？それまで俺はこの町に住んでいたんですか？あ、違うの？かつてこのクレームランの城下町は北海で活動するバイキングの寄港地でね、以前は交流も盛んに行われていたんだ。神、当時君はそのバイキングの手下だった。俺がバイキング。盗賊神の執事は我らデルカダール王国がいくら調べても謎だった。だがまさかバイキングの生まれだったとはな。いえ、生まれに関しては何とも。神は幼い頃、彼の妹と共にバイキングに拾われ育てられたようでした。それが幸せだったのかは分かりません。彼と妹はかなり過酷な生活を教えられていたようでしたし、実際ある日彼の妹が亡くなったという知らせを受け、その日を境に彼もまた姿を消してしまったのです。やめろ。神父として彼らを救えなかったことは心残りとして私の中に残り続けました。ですから彼が困っているなら今こそ。やめてくれ。しばらく一人にしてください。すいません、彼の気持ちも考えず。皆さん神を頼みます。私も後から追いかけますので。はい。あ、でこれね、動画外でみんなの装備をね、ちゃんとしたんだよね。とりあえず一番持てる最強の武器をそれぞれ装備してるはず。なんでレベルは上がってないんだけど、攻撃力が若干上がってると思う。ん？なんだ？あれ、ヒント。あ、痛い痛い、ヒントください。仲間の方大丈夫でしょうか？北西の裏門に向かったようですが、とても辛そうな顔をされていました。はい。じゃあこっち側か。シュウさん、すいません。急に飛び出してしまって。でも俺、キャー！どうした？黄金病か、また。ん？おお！敵か！いや、敵の黄金病は強いだろ、これ絶対。皮膚がめっちゃ硬そうだな。あいつらはまさか。お、神、思い出してきた？黄金病動けんならさ、なんか逆に無敵じゃね？マリオでいうスター的な存在じゃね？シュ、港に接近する船を見たが、先ほどの叫び声といい、ただごとではないぞ。神のことは私に任せてください。シュさんたちは港の方へ。神やっぱ仲間になったけど、まだ正式にはなってないのか。いや、絶対お前ら強いだろ。結構強そう。ここにも六軍王がいそうだね、一人。そいつを倒せばどうのこうのみたいな。これいきなりバトルになる感じかな。うわぁ、強そうだな、マジで。この世のすべての黄金は、偉大なる六軍王がお一人。敵機軍王、キラゴルド様のもの。あ、やっぱ組んだね、六軍王。キラーゴルドね。さやろうども、仕事の時間だ。宝石だろうが人間だった黄金像だろうが、この町のお宝を根基そぎ奪い取れ。おい、普通に入られてんじゃん。ウォールマリア突破されてんじゃねえかよ。どうしよう。とりあえず入り口行ってみようか。わかんないけど。まあ、入り口行けば何かしら、多分戦うことになるんじゃないかな。こっち側かな。いや、開くこれ。あ、よかったよかった。開かないのかと思った。お邪魔します。お前、さっき前のばあちゃんじゃん。
ほら野郎ども、気合い入れて運べい。ギラーゴールド様がお待ちだぞ。この魔物たち、黄金像となった人間を持ち去ろうというのか。まさか例の黄金病もこいつらが。貴様ら何のつもりだ。まさか我らのお頭鉄器軍王キラゴルド様に逆らうつもりか。お頭だが軍王だか知らんが、この町への牢石見過ごすわけにはいかん。黄金になっていない人間など手に入れる価値もないが、キラゴルド様のお宝ゲットを邪魔する者は許せん。野郎ども締め上げちまえ。よいさほー。いや多分余裕で勝てる気がすんな。そんな強くないでしょ。あーでもマルティナちょっと出してみる。一回も使ってないんだよね。入れ替えで、ただみんな変える枠、あ、シュー、お前シュー MP 全くないんだけど。あれ回復しなかったっけ。まあいいや。じゃあマルティナとシュー入れ替えます。はい。で、ちょ、あー違う違う、入れ替えじゃなくて作戦か。これで一回仲間になったらね、これちゃんと命令させるようにしないと命令できないんですよね。で、マルティナどうしようかな。デビルモード、しばらくの間姫シャークマンの魂を、あー、これ普通に特技としてあるんだ。デビルモード行こうかな。ちょ、デビルモードやってないんでやってみます。で、シルビアが素早さでも上げ、いや、バイキルトでグレイグを使おう。で、ローがグランドクロスで全身全霊切りで、まず左右落とそう。左右多分雑魚的なんで雑魚落としてから真ん中狙おう。なんかよくさ、漫画とかです。うわーはい、でさ、よく漫画とかさ、漫画によったらさ、弱いやつから倒すのが定石だみたいの聞くけどさ、漫画によったらさ、戦いは強いやつから倒すのが定石だみたいな、なんか漫画によって違わない？あれって実際どうなんだろうね。弱いやつからやった方がいいのかな。私結構弱い人から倒さだな。で、強いのが最後みたいな、こういう敵だったらそう。お、強い、お前グレイブ強すぎんだろ。で、マルティナがこれやってみる。敵一体に宙返り、飛んでやる敵に威力、飛んでないんだけどね。これを左右にやろう。っていうか右にやろう。で、シルビアが、シルビアの攻撃呪文が少ないんだよな。ドラゴン蹴りでもやっとくか。で、多分もう真ん中落とせるでしょ。ていうか全身全霊蹴りの威力がやばすぎる。あ、それでも149与えてんのか。いいね。いた。多分この回で倒せんじゃないかな。やべ、いや、オッケー。今さ、しびれるようなどうのこうの書いてたからさ、麻痺状態にワンチャンなんじゃないかなと思ったけど、なんなかったね。オッケー。これで多分落とせるでしょ、真ん中。うわ、いかないか。ただグランドクロスでいけんじゃない。これで両方いけ。あ、いかない。お、すげえ、なんなら右もいかない。ちょ、早送りしようか。多分ここは簡単に倒せる。あ、オッケー、いけたね、普通に。うん、多分こっから2連戦ってことはないでしょう。あ、このマルティナ結構さ、スキルポイント溜まってんじゃない。振りたいな。呪文系なんか覚えておきたい。ん？どうした？あ、ばあちゃんばあちゃん連れてかれた。しまった。先ほどの連中は陽動だったか。追うぞ、シュー。はい、追いたいんだけど、ちょっと MP 回復させてください、MP。シュー、あれを。お、神、お前、神も連れ去られてんじゃねえか。おい、お前、神父見とくって言ったじゃないか。神ちゃん、ちょっとなんであんなところにいるのよ。わからん。だが今は理由を考えるより、奴らを止めなければ。はい、あの神父もしや、やらせか、やらせ。くっ、間に合わなかった。まさか神が連れて行かれるなんて。もうだったら取り返すだけよ。神父さんがまだこの辺りにいると思うの。見つけてあいつらのこと聞いてみましょう。よっしゃー、その前ちょっとキャンプやるわ。キャンプやって、みんなの MP 回復させておきたいな。当然、黄金の魔物たちが入ってきて襲いかかってきたんだ。君たちのおかげで助かったよ。いやいやいや。けど、これから海沿いを西に行ったところに逃げ遅れた人がいたみたいなんだ。大丈夫かな、心配。西か。このマッスルマンはなんだ。あ、いたいたいたじゃん。いるま、いるけど、ちょっと一回回復しよう。シュさん、すみません。私が気を抜いていたばかりに隙をつかれ、魔物たちに神をさらわれてしまいました。
何言ってんだよ、神父さん。あんなおっかない連中に襲われて命が助かっただけでも、めっきもんさ。神父さんが町の外にいると聞いて心配して駆けつけたけど、無事でよかったよ。畜生、黄金病にかかった人間は片っ端からあいつらに連れてかじまったな。奴ら、金目のものしか気にしてなかった。俺たちの命を高く売れるかどうかで。値踏みしてるみたいにゃ、くそ。しかし神は高価なものを持っていませんでしたし、黄金病にも感染していなかった。確かに。なのにあの魔物たちはまるで最初から神を知っていたかのように迷うことなく連れ去っていきました。あの魔物たちの喋り方や仕草、まさか彼らの正体は。実は私もその考えが頭をよぎった。やはりお前さんもその考えに至ったか。確かに言われてみるわだけではそんなことありえるのか。あの黄金を欲する魔物たち、彼らの言動や癖に私たちは見覚えがありまして、そう、この地に寄港していたバイキングたちにどこか似ているのです。確かに彼らなら神を知っていても、当時彼らのアジトはこの町から船で出てすぐ近くの洞窟の中にありました。もしあそこに行けば何か。はい、じゃあ行く感じになるんでしょうね、きっと。じゃあ行こうか。どちら辺にあるんだろう。とりあえず、多分今レベル的にはそんなに弱くないと思うんだよね。なんで初見でも勝てる気がする。さあ行こう。ビックリマークとかついてる？ついてない。てか出れないのか、こっちからじゃ。あ、洞窟あんじゃん。これのこと言ってる、まさか。え？合ってた。よかった。ただ、なんか今までと、おー、すげえ。おー、重心力みたいなのゲットした。なんか今までと若干テイスト違くない？あ、いいね、メダルゲット。で、この奥にいるのかな？いきなりバトルになっても、まあいいっちゃいいけど。あ、でもモンスターがいないね、魔物。あ、すげえ、ダンジョンにはなってないんだ。もう多分いきなり。待って、これさ、神黄金になって出てくんじゃない？ガーハー、野郎ども、ラム酒のようだ。思わぬお宝が手に入ったからな。キラゴルドさらもお喜びになるだろう。キラか。フェイサー、イーサーホー。あ、違った。神黄色になって出てくんのかと思ったけど、全然違ったわ。それにしても、キラゴルド様はご指定の物がこんなあっさり手に入るとは運がいいぜ。こいつを見つけば。行こうぜ。はい、行っちゃいます。はい、これで神帰ってくるのかな。いや、これ2連戦前の前例があるからありそうなんだよね。こいつ戦った後キラゴールド出るみたいな。なんで貴様らどうしてここに。いや、待てよ、貴様ひょっとして勇者か、衆か。エイサホー、言われてみれば大将の絵に振り二つ。間違いない、こいつ衆ですぜ。エイサホー、黄金城のギラゴルド様に急いでお知らせしなければ。黄金城ここじゃないんだ、こっちから行けるみたいな。あれ、さすが衆ちゃん、随分有名人みたいね。ちょっとだけ焼けちゃうわ。バカ言ってないの、早く神を助け出しましょう。ガハハ、笑わせるな。魔王様にボッコボコにされた負け犬どもが吠え上がる。こいつらの首を差し出せば、空いた六王軍のお席だって夢じゃないかもしれませんぜ。おお、いいこと言うじゃないか。なるほど、そりゃすげえお宝だ。よし、やろうとも、キャルティクソー。やいさほー。いや、多分普通に勝てるんで、もうカットでいいかな。最初だけちょっとやるか。これ、あ、前の一緒だよね、前と。とりあえず、マリティナは、まあ、今回はいいや。マリティナじゃなくて、シュー出しとこうか。シューの覇王山全体、マリティナね、おい、連携できんじゃん。メラハリケーン。いいか、メラハリケーンより普通に覇王山の方がいいんじゃない。覇王山打ってシルビアが安定のバイケルトをグレイグにかけて、ローがグランドクロスで、でグレイグ全身全霊蹴りでとりあえず左倒そう。多分これで1体落とせると思うんだよね。これさっきと、さっきよりちょっと強いぐらいなんじゃない。あ、いいね、雷耐性避けた。これ雷耐性とか、これさ、雷っぽくない。なんか前も動画で言ったかもしれないけど、あんまね、これ何々体勢っていうのがいまいちわかんないんだけど。あ、やっぱ弱いね。あ、いいね、ナイスガード。
いいね。これたまにさ、縦でガードしてくれるよね。あれ結構熱いんだよ。いけ。これで落とせるでしょう。うわ、強っ !515! で、これ多分普通に勝てるんでカットしちゃいます。オッケーイ。これでマルティナレベル上がんないかな。マルティナね、スキルポイント。まあ、レベル上がんなくても全然触れんだけどね。おお普通に神出てきた。待たせたの神。怪我もなさそうで何よりじゃ。魔物たちを倒してから安心して、一緒に帰りましょう。神父様も心配されてるわ。様子が変だな。もしや魔物どもに何かされたのか？でもこれ金色になんじゃない？そうだ。俺はここで。そうだ。あいつはそこに、行かなきゃ。ん？どういうこと？どうしちゃったのかしら？シュウちゃんひとまず、カミちゃんの後を追いましょう。はい。うん。とりあえず、黄金城に、なんだっけ、キラーなんとかがいるみたいなこと言ってたんで、ここではない気がするんだよね。あ、いいね。で、どっちだろう。ここまっすぐ。うわ、すげえ、みんな敵来んじゃん。ここ入っちゃっていいのかな？とりあえず、あ、待って、ここ入る前に一回、ちょっと早送りで右行こう。これ、行き止まり系は、宝箱がある傾向にあるんですよね。あ、いた！俺はここで、頭が！もう、どうしたと言うんじゃ。神の様子、ただごとではないぞ。かつてこの場所で何があったというのか。この部屋に何か手がかりが残されているかもしれん。周囲を調べてみるのじゃ。もう見るからにこれが手がかりだけどね。うわ、これ欲しいな。なんかないのかな。金のさ、なんとかみたいな。それで高く売れるみたいな道具欲しいな。これで神の過去を見れんじゃない？きっと。これってみんな見れたっけ？なんか周囲しか見れなかった気がするんだけど。うん、みんな見れるっぽいね。あ、神じゃん。昔の神だね。おい、プラカミや、一丁前にサボってんじゃねえぞ。なんだその生意気な態度は。10年前、雪の中で震えていたガキ2匹を今日まで面倒見てやってやるのを忘れたか。わかってるよ。あんたらには感謝してる。あ、これ妹？また怒鳴られてやがんの。容量悪いんよな、兄貴は。わあはは！神の妹っぽい！髪色だけ！まや。ま、兄貴の気持ちはわかるけどな。俺もあいつら大っ嫌い。そんなビビるなよ。ほら、それより早く終わらせて帰ろうぜ。俺も応援くらいはしてやるさ。ちょ、男っぽいね。いや、少しは手伝いよ。今日はお前があいつらの財布をちょろまかしたせいでキレられてんだぞ。いしし、嫌だ。あ、しくじった。たくまや、お前のせいだからな。うるさいな。そんなこと言っていると、いつか俺が大金持ちになっても兄貴には分けてやんないぞ。またその話かよ。だけどそうだな。いつか俺たちでどでかい宝を手に入れてやろうぜ。そいつでこんなろくでもない毎日とはおさらばだ。へえ、世界中のお宝を手に入れて俺は大金持ちになるんだな。まずは今日の朝飯が問題だ。朝飯じゃねえ、飯が問題だな。今お腹の音だね、きっと。ぐーって。まさか鶏肉。あ、違った。全然違った。翼があれば今すぐどこにだって飛んでいけるんだけどな。食ったらない。兄貴はバカだな。それよりさ、こいつ焼いたら、ああ、ちょ、同じ考えだったもん。あやと、こいつ焼いたらうまいんじゃないか。お、これで終わり。てんてんてん、まあ、や
神父殿が言っていた通りじゃな。神は妹と一緒にバイキングの手下として苦しい生活を続けておったようじゃ。妹の名前はマヤと言ったかな。神と彼女はこの風穴の中で暮らしていたようじゃが、ふうむしゅよ、再び胎児の根を調べてみるのじゃ。神の過去の続きが見られるかもしれない。あ、おかえり兄貴。お、兄貴、これって今日の公開でたまたま見つけたんだ。今日はお前の誕生日だからな、そのプレゼントというか。おめでとう、マヤ。は、なにこのしょぼい首飾り。兄貴さ、俺の誕生日を祝うならもうちょっと頑張れよ。そうそう、この間噂で聞いたレッドオーブって、レッドオーブ、レッドオーブってのが欲しいな。デルカダール王国に伝わる秘宝な。あ、これでレッドオーブを取りに行ったの。え、その首飾りには曰くがあってな、身につけた人間に次から次へと金銀財宝をもたらすんだとよ。嘘くさい話だが、お前みたいな欲張りにはお似合いだろ。だから今がそれで我慢を。おい、え、お前どうしたんだそれ。兄貴、これ俺どうかを磨こうと触ったら、すごい、マジなんだ。すごいよ、何でも金に変えられちゃうんだ。この首飾り最高だよ兄貴。そうだ、俺があいつに。神と妹のマヤ殿は不器用ながらもお互いのことを家族として大切に思っておったようだな。それにしても物を黄金に変える首飾りとは何やら気になるの。ふむしよ、再び胎児の根を調べてみるのじゃ。はい。また増えたな。イシシ、どうしたんだよ兄貴、しけた顔しちゃって。黄金ちょっとだけ分けてあげようか。こいつでいいかな。おお前、鳩を黄金化しやがって。おい前、なんだこれは。あれ、こんな小さいのじゃ嫌ってわけ。さすが俺の兄貴、案外欲張り。違う、いい加減にしろって言ってんだ。うるさいな、びっくりするだろ、そんな急に大声出さなくても。分かったよ、ちょっと調子に乗っただけじゃん。だからそんな怖い顔やめろよ。これって元に戻せんのかな。悪かった、俺もカッとなっちまったな。けどな、分かったよ、首飾りの力はしばらく使わない。あれ、え、なんで、どうしたんだ兄貴。どうしよう、首飾り外れなくなっちゃった。は？そんなバカな。嘘じゃないってば、本当に。くそ、なんだこれ、俺何もしてないのに。前動くなよ。わ、これマヤ自体が、あれになるパターンだよね。マジかよ、どうなってんだ。首飾りの力が暴走してるっていうのか。やだ、なんで俺の体が金に。まや、くそ、どうすりゃいい。兄貴、助け、お兄ちゃん。おう、
それならここにこのマヤいるんじゃない？うわあ、うわあ、てか、ここら辺に前、ここっていうか前隠してるとこじゃん。なんかいそうだけどね、どっかに。妹を前を失って俺は逃げるように旅に出た。全部俺のせいだったんだ。旅の途中調べていて分かった。あいつに送ったのは誕生日の祝いどころか呪われたアイテムだったんだ。自分の犯した過ちから逃げたくて忘れたくてあちこちでやけになった。気づけば一発の盗賊さ。そんな時だった。預言者と名乗る奴に言われたんだ。伝説の宝珠を集め、いずれ地の底で出会う勇者に力を貸せ、さすればお前の贖罪も果たされるだろうってな。最初は信じちゃいなかった。うさんくせえのはもうコリゴリだったしな。あ、神、記憶もう全部戻った。けれどその予言通り俺はお前とシュートであった。神、おねし記憶が。すまねえじいさん、それに周囲にみんなも迷惑ずいぶんかけたみたいだな。預言者に言う通り、食材ってのが何かは知らねえ。だけどお前たちと旅を続けるうちにその預言を信じられそうな気がしてきたんだ。お前も見ただろ、この場所に黄金にあった俺の妹がいたはずなんだ。今この辺りに黄金を集めてるキラゴルドとかいう魔物がいるんだってな。おそらくそいつの仕業だろう。捕まってた時に魔物どもの話を聞いたんだが、ここから北に連中の居城があるらしい。乗り込んでマヤを取り戻してやる。あ、これ生き返るんじゃない？黄金像になったクレモラーの人たちも助けなきゃいけないし、行くっきゃないわね。ありがとう。どうか俺も一緒に戦わせてくれ。わあ、神絶対強いだろ。これ連携技も覚えんじゃない？一緒に。そういう傾向にあるもんね、再び仲間になったら。これなんか覚えるでしょう。はい、覚えません。記憶が戻ったことで神のスキルパネルが元に戻った。わあ、これもう喋れない。大地の根はただ静かに地面から伸びている。どうやらまとまっていた光は収まり、調べても何も起こらないようだ。へえ、よし、じゃあ今回ここで終わろうか。次回続きからやっていきます。バイバイ。